これが私の答えよ。後ろ宮のわしは振り返るな。そうね、ごめん。私は振り返らない。だから振り返らないけれど言うね、みんなありがとう。でもさよならじゃない。私はいつまでもみんなと一緒。ああ、お前は振り返らない。だけど俺たちはいつだってお前のすぐ後ろにいるからな。そんなのじゃない。私それでも信じてるから、絶対にみんなが帰ってきて全員揃うって信じてるから。エンジン、それでよい。エンジ、再びそなたのもとに我ら一同が揃う日が来るのを楽しみにしておるぞ。エンジよ、我が可愛い孫よ、しばしの別れだ。ほれ、これを忘れるでないぞ。あのクイズパーティーの景品であるぞ。ソファーの上で目覚めた時、これが転がってたっけ。これって景品だったのね。未来へ持ち帰って大切にしろい。ありがとう、みんな。お嬢、いつまでもそんなところにいると肩を冷やしますぜ。天草、じゃあここは。見えてきたぞ。あそこがかつての後宮家の船着き場だ。跡形も残ってませんぜ。そういうこと、ここに戻ってきたのね。随分と長い白昼夢、いえ遠大な寄り道だったこと。
すがにこれは役に立たないわね。なんですそれ。ミレンよ、古い殻を私は脱ぎ捨てた。懐かしき六軒島を前に心機一転ってわけですかい。違うわ。後ろ宮エンジェっていう人間をやめたってことよ。船長、悪いけどちょっと席を外してもらえるかしら。ん？ああすまん、構わんよ。なんですお嬢、気難しい顔して。私、新しい人生をこれから踏み出そうと思うの。すでに踏み出してますぜ。そうね。後宮家のめんどくさいのをすべて売り払って、どこかに寄付でもしたら、きれいさっぱり清々するわ。それで私は、後宮エンジェという殻を全部脱ぎ去れる。莫大な金が思いのままってのにもったいねえことです。いいじゃない、私がいらないって言ってるんだから。そりゃそうですがね。ただお嬢が売っ払うのはお嬢だけのものじゃないものもありますぜ。例えば後宮グループの株式とか。そうです、お嬢にとってはただの紙切れでしょうが、でっかい会社の命運を揺さぶりかねない暴挙ですぜ。んなことされたらうちのボスもたまらんでしょうぜ。ええ、知ってるわ。スマデラ家もそう、おこのぎ社長たちもそう。私に自由気ままでいられちゃ困る連中が大勢いるものね。エンジェさんは孫うことなきビップです。派手なことは慎んで、ここはおとなしく隠れてる方がいいかと思うんですがね。そのビップエンジェを好き放題にさせない一番手っ取り早い方法って何かしら。さて、どんな方法がありますやら。まあ、酒でも飲んで腹を割って。私の旅の最終目的地が六軒島であることは誰にでも予測可能だわ。そして六軒島は今や完全なる無人島、誰も存在しない、誰にも見られず聞かれない。今日は最高の密室日和。そりゃまあ確かに。スマデラ家が私を追っているわ。おこのぎ社長のところにもタイミングよく押しかけてきた。私があそこにいた情報は売られているのよ。うちのボスが売ったと？なのにボディーガードをつけますかい？私がどんな気まぐれを起こすかわからない以上、
小野木社長は私とスマデラ家の双方に貸しを作りたい。だったら私の情報を売りつつ紙一重で私を逃がし、その後も所在を抑え続ければ勝負カードを手中にしたまま私にもスマデラ家にも恩が売れるわ。そりゃ考えすぎです。スマデラ家は確実に私を追っているわ。私の行動は意図的に彼らにリークされているもの。そして六軒島で私たちは鉢合わせになる。そして私は連中に殺される。そしてあんたはスマデラ家のヒットマンを返り討ちにして、小野木社長はスマデラ家に対し交渉のカードを得る。私が死ねば後ろ宮グループは当面安泰。その上スマデラ家には釘も刺せる。さらに言えばスマデラ家も持て余し気味の過激派の急先鋒霞おばさんを綺麗な形で処分できる。両者は痛み分けで手打ちして、めでたしめでたし。ゆう、なかなか面白いシナリオですぜ。あんたの持ち込んだあのゴルフバッグ、中身を改めさせてもらったわ。すごいわね、戦争でも始めそうなすごい銃ばかり。でもあれは狙撃銃だわ。常に私に寄り添っているはずのボディーガードに必要な銃なのかしら。何が起こるか分かりませんもので。常に軽装であることが望まれるボディーガードが、その役割を一日放棄してまで六軒島に渡る直前に調達する必要のある銃かしら。北条、考えすぎですぜ。私が六軒島に着いたら一人でゆっくり墓参りをするといいというような感じにして、私を一人にする。それは餌。すでに六軒島で待ち構えているスマデラ霞たちを釣り上げる餌。あとはあんたがあのバカでかい銃で一網打尽にしておしまいよ。一網打尽、結構じゃねえですかい。ちゃんと護衛になってますぜ。ゴルフバッグには最新式の狙撃銃の他にドイツ製の新型短機関銃も入っていた。便利ですぜ。スマデラ家が何人来ようが一網打尽です。もう一丁あった。それは拳銃。狙撃銃も短機関銃も最新式の素晴らしいものなのに、その拳銃だけは嫌に古ぼけていて旧式だった。これよ。笑えませんぜ。拳銃は常に身につけておくものでしょう。なのになぜさらにもう一丁があって、それもこんな不釣り合いな古い銃がわざわざ用意されているの。それを説明する推理があるわ。それはスマデラ霞たちが用意している銃と同じだからということよ。この銃はトカレフ、旧ソ連製の軍用拳銃で
日本のアンダーグラウンドに大量に流通しているポピュラーなものだわ。スマデラ家が用意する武器として極めて妥当。それにスマデラカスミが死んでくれることはスマデラ家にとっても都合がいい。スマデラ家側も情報のリーク、いえバーターに応じていると考えられる。よってスマデラ家のヒットマンが調達した銃がトカレフであることは事前に分かることが可能なのよ。あんたの、いえあんたたちの企みは私を餌にスマデラカスミを無人島におびき寄せ、双方が相打ちで倒れたように細工すること。それでおこのぎ社長もスマデラ家も全てが丸く収まる。この拳銃があるだけで後宮エンジェにはこの程度の推理が可能よ。いかがかしら皆様方。安全装置外れてませんぜ。知ってるわよ、トカレフに安全装置がないことくらい。お医者でなくてもできる。世界で一番簡単で確実、絶対な検視の方法ね。あんた。船の都合があるので時間が欲しい。あなたはそう言ったわ。でもあなたが買収されているならば、それはスマデラカスミが六軒島で待ち伏せするための時間稼ぎだと断言できる。知らんぞ。何のことかわからん。あなたという猫箱の中に買収されて裏切ったあなたと裏切ってないあなたの二人が共存しているわ。その片方の裏切ったあなたを殺す方法は？よせ！ウスだ！猫箱ごとあなたを撃ち殺せばいいんだわ。
お見事な推理でした、同志エンジェ。真実の魔女の同志、エンジェ・ベアトリーチェ。あら、いたの、エリカ。真実を暴く者がいるならば、私はどこにでもいます。ねえ、エリカ。何です？私は私なりの方法で未来を切り開くわ。素晴らしいことです。その果てに私がつかめる真実はあるのかしら。あなたが求める真実って今さら何だって言うんです。その通りだわ。真実なんて何の価値もないって私は知ったわ。そしてもう一つ分かったことがある。何でしょう。天草の感化されて戸惑った時のあの表情、悪くなかったわ。